中村ゆうちと柏俊樹のヒーローズカフェ始まりました。3人目の方もですね、実は、2回目のご相談になります。なるほど、うん、ハンドルネーム、ピコさんでございます。ゆういちくん、かしゅうさん、ティーカネコさん、こんばんは。久しぶりにメールします。まだまだ油断ができない昨今、おうち時間が増えたことでどうしても運動不足になりがちなのが最近の悩みです。なるほど。はい、そこで、ヒーローズカフェでゆういちくん、かしゅうさんと一緒に運動できるような動画を作っていただけないでしょうか。はい、5分から10分程度の誰でも気軽に毎日続けられるような簡単な運動から少しハードな筋トレなど一緒にできると続けられると思います。どうかご検討くださいということでございます。なんか違いますね、いつもと。なんか違う、このテイストは、ね、新しい。そうなんですよ。ピコさん、こんにちは。こんにちは、お久しぶりです。ありがとうございます。まあ悩みというか、やっぱ運動不足がすごく最近気になってて、で、私は今まだ在宅勤務なんですよね。4月からもう子供も保育園行かなくなっちゃって、小学1年生になるので、本気で家から出なくなっちゃって、なんか運動する機会がもう平日ほとんどなくなっちゃうんですよ。もうで、そういう方もやっぱいらっしゃるんじゃないのかなっていうので、ちょっとお二人の運動動画というかですね、一緒に運動していただけるような動画を上げていただいたら嬉しいなと思って送ったんですけど。はい、ありがとうございます。でも実際本当に多いらしいですよ、今。やっぱ在宅で、会社自体がオフィスを払って、みんなも在宅になった方とか、ほとんど増えてるので、本当に、ね、こう深刻な問題ですよ、深刻な問題、ね。歩きもしないんですもんね、あんまりね。運動不足。確かにね。で、そんな中ですよ、お二人の何運動って、ヒーローズ運動っていうんですかね。うん、ヒーローズ体操っていうんですかね。ちょっと浅かったですね、今のヒーローズ運動。運動ヒーローズ体操。運動って。ヒーローズ体操とかね。あると一緒にこう続けられるということで、はいはいはい、はい、やっていきましょうよ、うん、はい、ね、やっていきましょうって、どういうふうに、どういう感じでやればいいですか。もうそう、もうお世話に立っていただきつつですよ、はいはいはい、ね、まずはだからピコさんのリクエストに全部答えていくということで、うん、どこがまずね、運動不足なのか解消をどんどんしていこうかと。やっぱダイエットとかで筋トレしたいっていう方もいらっしゃるでしょうし、もう簡単なストレッチとか仕事の合間にちょっとできる。ストレッチとかはいいかもね。パソコン業務とかが多いとね。あれじゃないですか、やっぱりヒーローズ体操ってなると、やっぱりヒーロー的な動きの方がいいんじゃないですか。そうですね、ヒーロー的な動きをやってるうちに肩こりがちょっとこう緩和されてるから、そんなにいいですよね。ヒーロー的なパンチとかじゃないですか。全部やらすぎる。大先輩に全部やる。あ、そうだな、こっちも引く。あ、そう、引く、引く、引く動きね、はい、これがまず最初の第一、はい、第一ですよ、ね、うん、まず8回やって、はい、そこからそこから、ね、そこからね、ちょっともっと全身使いたいですよ、ね、全身を、全身を使った、はい、使いたい。ちょっと ポーズ、やっぱどっかのタイミングでやっぱ入れたいですよね、変身ポーズをね。そこからいけるんじゃないですか、歌手さんの。そこからいけます、歌手さんの方いけますね、いけるね、はい。このパンチ何回やりましょうか。これはパンチ何回からのそこに3、4、8回、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、2回目はシーですね。自分で笑っちゃったじゃないですか、今。自分でやってて。中途半端な数字。6ですね。そう、6です。6ですね。じゃあ6で切りますか。6で切らないといけないですね。5、6、1、8いくんや。1、2、3、4、5、6、全部6じゃない。5、6。でもこれもう顔じゃないですか。あと7、8はもうなんか深呼吸みたいな。1、体操っぽいですね。体操っぽいですね。やっぱ8ですよ。これちょっとゼロノスバージョンもね。ゼロノスバージョンもあるんじゃないですか。じゃあやっぱ僕、いや蹴りじゃないですか、だから今度は。蹴り、足の運動。はいはいはい、はい。ゼロノス。ちょっと一回、柏さんやっていただいて。じゃあもう、柏さんにもう一回、はい。1、2、頭からいくんや。4、5、6、7、8、
笑顔、俺はここから行くんじゃないですか。ここからね。ここから。ボン。1、2、3、4。これ大事な運動ですからね。1、2、3、4。これが 前蹴りでいけばいいんですか。前蹴り、前蹴り。あ、そうそうそう。こうです。前蹴り。はい。こう。1、2、3。あ、上がってぞ、上がってぞ。左もいっときましょう。左もそこそこ。左もやった。5、6。勝った。7、8。で、9。まず9いっちゃった。意外とこれ大変ですよ。よし。で、うん、1、2。蹴り終わった後に。ないですもんね。1、2、3、4、5、6、7、8までいけばいい。8までいけますね。カシューさんからつなげていくと。ああ、いいですね。ね。これやんないで、そのまま。足行って、足8回行って、これ終わったら足を1、2で、ゼロ音数変身8回、そうです ね8で決めれば、うん、1、なんか全身動きそうな、1、2、3、4、5、6、7、8、最後スマイルですね。やってみましょうか、はい、投資で7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、最初なんか掛け声欲しいですね。ヒーローズ体操。ヒーローズ体操始まるよ。どう？これいや、いいんじゃないですか。ヒーローズ体操始まるよ。全身使うからね、これね。ピコさん、今回はこれで許してもらっていいですか。見れました。ほとんど見えてなかったです。後で楽しみにしてきます。はい、はい、ぜひ見てください。はい、そしてちょっとやってみてください。そうですね、はい、ぜひやってみた感想もお願いします、ね、やってみた画像か動画かなんか、ね、そうですね。ヒーローズ体操、ハッシュタグヒーローズ体操、ハッシュタグでヒーローズ体操始まるようでお願いします、うん、間違いなく金沢はやらなきゃいけないと。そうですね。朝一いいですね。朝一ね、やっぱりここからが気合入ると思うんですよね。一日、そうですね、一日頑張るぞっていう、うん、体も使うし、すごいな、アギトとゼロの人の変身がね、ちょっとコラボ的な。ねぶっつけでよくここまでの出ましたね。これ逆にすごくないですか。素晴らしい。すごいなと思う。僕もこの悩み本当に、ね、取り上げるべきかどうかどういけるいけるなと思って。はい、ピコさん、じゃあまた見てください。そうですね、これで体を動かしてもらえばもう多分ムキムキになりますね。はい、ムキムキになる。科学的根拠は全くないです。ないですか。でもね、やっぱ気合入ると思うんですよね、朝やって。確かに。今日一日頑張るぞっていうところで、ね、はい、親子とかでもやってほしいですよね。あ、ね、ぜひぜひぜひ。息子さんとかと。なんかね、息子さんがやってる動画見たいですね。うん、まあ、ちょうどなんかこう僕の返信が終わった後、指さすところがあるんで、うん、そこでね、僕の決め台詞を言っていただけたら。その間がありますね。はい。俺はかなり強いっていうことをね、言っていただいたらね、なんか一日強くなれるんじゃないかな。確かに。はい。いいことですね。皆さんぜひ。お願いします。はい、ということでピコさん、はい、まあ、ちょっと見れてないんですけれども、うん、後で見ていただいて。そうですね、またね、アーカイブではね、おそらく何らかの音楽が乗るんだろうなというので、今乗せてください。勝手に夜がね、仕事増えたので。ピコさん、また第3回目もお待ちしております。あ、ありがとうございます。また送りますメール。はい、ありがとうございます。